冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモは以前出会ったことのある人間に、まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負けアテナを殺しに来たというのか。サン、カン、シュラ。その通りだ。そこをどけ、ムー。相手は誰であろうと、この白妖球を守るのが私の使命。毒気はないようだな。ならば排除するまで。わからん。何故ハーデスの軍門などに。どけ。どかぬなら排除するまで。はい、と。シュラ、一体どうしたというの。本当のよ。覚悟。カホルモ。アダストレボリューション。アダストレボリューション。アテナへの忠義の証ではなかったのか。言うことは何もない。俺の邪魔をする者は皆切って捨てるまでよ。なかなかやりますよ。スターライトエキシンション。もう一度だけ言うぞ、ムー。おとなしく我々を通せ。ここを通りたくて殺すしかない。うまくかわしたつもりだろう。次は髪を切るだけではすまんぞ、ムー。なかなかやりますよ。この髪は初戦以下突出した大地覚悟はできましたが、私は戦い抜く。デスマスク、アフロディーテと戦ってなおここまで俺を手こずらせるとはな。アテナを守る私の使命。ハーデスの手を押すわけにはいかぬ。ただそれを言うと KO ウィナー。あなたの魂は血の涙を流して慟哭するのを感じました。少し油断してしまいましたか。ここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。もういい、シュラ。私が変わろう。神、なぜ私たちが戦わなくてはならないのだ。ゴールド戦記の使命は何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。はい、と。神、まっ、それまでもこういうものを言うのだ。我が陶器に包まれて眠りにつくがいい。クリスタルウォール。さすがに疲労しているようだ。まだやるというのか、その体は。やめるものか。それだけだけ散ったとしても、ムー、いかにお前といえども我ら三人を全て相手にはできない。なかなかやったことはない。白妖球から先へは一歩も通さない。それだけ。お前ほどの覚悟はできましたか。ハーデスに魂を売ったのだ。その傷ではもはや戦えまい、ムー。コフィン、氷の質で眠りにつくがいい。それじゃない。たとえここで力と運命だとしても、神だ。だけでも倒してみせる。何、クリスタルウォール。何、帝王ウィナー。あなたの魂は血の涙を流して慟哭するのを感じました。
私もまだまだ未熟ですね。もういい、カミュー。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。これは泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。神、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのがこのムーには感じられる。まさかお前たち。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。